好天に恵まれましたマツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦広島東洋カープ対中日ドラゴンズの14回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日はデーゲームなんですが、選手にはどのような影響があるものなのでしょうか。まずは赤星さん、はい、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。なるほど、制球力ということですね。これが3球目、打ちに決まりました。引っ張った打球はライトへ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている福留。昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー菊池、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。2アウトです。バッターは3番の村上。昨日のゲームでは無安打に終わっています。2アウトになっています。さて、好調カープはここまで4連勝で A クラスを目指しています。打った、センターに強い打球、センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。これが今シーズン150。バッターのビシエド、今シーズンの得点圏打率は3割7分6厘となっています。いやー、4番らしい頼もしい数字ですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。3球目打ちました。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか。長野が抑えて3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせません。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の田中。バッターは野間。2試合当たりが出ていません。さあ、ドラゴンズはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをカープ打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。田中、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには西川が入ります。さあ、先制のチャンスです。まあ、やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど。高めのボール、左中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。福留が掴んで2アウト。つなげたかったですね。まあ、ただね、次が引っ張った、セカンド取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンス、2回の表、2回になります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスジョーンズ。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。さて、カープの先発は菊池。ここまで20試合に登板して2勝1敗という成績。前回の登板は5イニング投げて自責点4、勝敗はつきます。インサイド落ちました。これはどう、センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ、1塁には先制のランナー、バッターは強打。まあ、送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。バントしました。ピッチャーが取る、1塁を送ります。アウト。ここは送球が間に合っています。さあ、そして打席には浅村が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、先制のランナーを得点圏に背負います。バッターボックスの浅村、今シーズン得点圏での打率は4割。引っ張った、サード取った、一塁へ。2アウトになりました。
いい形でアウトが取れましたね。さあこの場面で打席には8番の大野が入っています。打ちました。ファースト取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあご覧ください。先ほど2回の裏になります。カープの攻撃、バッターは5番堂林。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウト。バッターボックス、ピレラ。今シーズンここまでホームランは2本。ヒットでランナーを一塁に置いています。送ります。田中、一塁送球、アウト、ワンアウト。送ってきます。初球ストライク。体に近いところ、引っ張った、高いバウンド、サード取った。一塁送球します。アウト、ツーアウト。さあそしてバッターボックスには相澤が入ります。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。3球目打ちました。この当たりはどうか、三塁線落ちてフェア。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。カープ1点を先制しました。1対0。カープ期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。初球は何で来るか。初球から思い切って振ってきました。菊池落としてきましたが、これは外れます。外低めに変化球が決まります。ワンボールツーストライク。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。しかしこの回カープ先に点を取りました。2回終わって1対0、カープ先制です。先発の田中がバッターボックスに入ります。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。インサイド落ちました。これはどうか、センターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター青木、先ほどの打席インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー三塁二塁。さあそして打席には福留が入っています。さあ一打逆転となるピンチを迎えています。さあ2球目は何か、高め決まってストライク。これは見送ってボール。4球目は何で来るか、インコースの変化球見ています。スリーボールになりました。ここでフォアボールを与えました。バッターの村上、今シーズンの得点圏打率は4割2分となっています。いや素晴らしい数字ですね。さすがクリーンアップを任される選手ですね。ここもやってくれると思いますよ。はい、期待しましょう。内へ、これは決まった。またインロー、これも見送りました。難しい球はストライクになります。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの1点差の場面、押し出しで同点に追いつきましたドラゴン。さあそしてバッターボックスにはビシエドが入ります。さあピンチは続き、満塁という場面、際どいコースですが外れました。ワンボールです。これはちょっと手が出ません。膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。ワンボールツーストライクです。この球は外れました。外際どい球、ボールになります。押し出しでリードを奪うことになるのか。ここも押し出し、決めに行ったボールだったんですが外れました。ファーボール。これ逆転に成功しました。この回のここはこれ以上離されないように注意したいですよね。さあこの場面でバッターボックスには5番のジョー。外の球打った、ショートが抑えた。二塁へ送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ドラゴンズ。さあそして打席には京田が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。初球ボール球です。2球目打ちました。ショートの左抜けました。サードランナーホームイン、ドラゴンズ1点。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を。まず何を投げてくるか。初球ボール、
いい当たり、これはどうだ、ヒットになった、カープピンチになりました。ツーアウト二塁一塁、ピッチャーの状態ですが若干、さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。序盤から流れを失いたくないんで、これ以上の失点、高めのボール打ちました、打球はレフトへ、この打球はフライになっています。松山が抑えて3アウトチェンジです。しかし赤星さん、これは早い段階で点を少しずつでも返しておきたいですよね。まあそうですね、ただ一気に返すというより、まずは確実に得点してなんとか同点に。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。2番バッター菊池、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。田中、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、サードうまくさばいて、ツーアウトになりました。3番バッター西川、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。キレがありますよね。アウトローの変、見逃し三振、スリーアウトチェンジ、反撃したい。先発の田中がバッターボックスです。相手はピッチャーなので、そう何本も打たれるわけにはいきませんよね。そうですね。ボールになります。ボール先行です。さあ3球目は何か、ライト方向を流しました。これはどうか、一二塁間を破る、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って青木、いや先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね、ヒットでランナーを一塁に置いています。追い込まれました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、打ちました、ファウルになります。インコース変化球決まりません。打ちました、ショートうまくさばいて、セカンドホースアウト。さあ一塁には追加点のランナー、バッターボックスには福留、ここは送りバントで来るかもしれませんね。なるほど、そうですか。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体制ですね。そのようですね。打ちました、取った、セカンド送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4対1、初球ストライク、2球目打ちました、ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。強打抑えてワンアウト、バッターボックス堂林、前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。初球は何から入ってくるか、引っ張った、村上、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいカープで、5回の表、ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは村上、先ほどの打席で同点となる打点を挙げています。いやあれは痛かったですよね。こういう目がいいバッター、バッテリーとしては嫌でしょうね。やはりそうですか。打ちました、ライトに大きな打球、ライトバックバックバックする、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上の追加点は避けたいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の菊池、このピンチをどう切り抜けてくるのか。インサイド落ちました、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、ドラゴンズ1点追加します。5対1、カープなおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加、バッターボックスのジョーンズ、今シーズン得点圏での打率は3割7分6厘となって、インコース打ちました、三遊間抜ける、三塁へ送球する、これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。ここは踏ん張らないといけませんね。さあこの場面で打席には6番の強打が入っています。高めのボール、これはどうか、菊池、
二塁送球、セカンドフォースアウト。バッターボックスには7番浅村。カープこの回1点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナー、わずかに左に切れました。ファールボール、これもファウル。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備。打ちました、ライトへ打球伸びる。さあバックホームするか、タッチアップ、サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン、ドラゴンズ1点追加。バッターボックスは8番大野。さあまず1球目、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。しかしこの回、赤星さん、一方的な展開で負けている時というのはベンチとしてはどんなことを考えているんですか。まずは1点ずつ。打ちました、ショート取った、アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックス相澤、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まずはワンアウトを取っています。2球目打ちました、ライン際ですがここは打ち上げています。ライン際落ちました、打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチ。バッターボックスには代打のメヒア。赤星さん、この辺りで少しずつ点差を詰めておきたいところだと思いますが。そうですね、どんどん後手に。打ちました、フェアかファウルか、またファウル、ここもファウルです。空振り三振、ランナーは動けませんでした。2アウトになりました。打順は1番に帰ります、バッター野間。まあこの回あたりで一気に点が取れればまだまだ試合を分からなくなりますよ。インサイド落ちました、このフライは切れそうだ、切れました、ファールボール、ノーボールツーストライクです。落としてきた、しかしバットは止まっています。チャンスの場面で見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、ピンチの場面だったんですがヒヤッとしましたが外野フライ。さあマウンドに上がったのは矢崎、今シーズン10試合目の登板です。さあ西さん、ここで出てきましたね。初球打ち、これはどうだ、センターに抜ける、これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは田中、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いいですね、今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せています。バントしました、打ち上げてしまいました、取りました、送りバントは失敗です。打順はトップに帰って青木、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。インサイド落ちました、これはどうか、取った、二塁を送ります、二塁アウト。バッターボックスは2番福留、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。初球打ち、これはよく取った、一塁へアウト、素晴らしい守備を見せてくれました。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6対1ドラゴンズがリードしています。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、追いかけるカープの攻撃、バッターボックス菊池、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。カープ点差が離された6回の攻撃です。これはバットが泳ぎます、ワンボールツーストライクです。見逃して三振になります、ワンアウトです。ご覧いただきましょう、最後は見逃し三振に倒れてしまいました。初球ストライク、次が2球目、切れてますよね。アウトローの変化球、キレがあります、あっという間にツーストライクです。よく見ましたね、はい、変化球わずかに外れてボール、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。西川、これが自身本日の初ヒット。インサイド空振り、2球目は何で来るか、バッター弾き返した打球はライトへ、ここはフライになっています。ライト掴んで2アウト、バッターは5番堂林、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています、
インコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。追い込まれてるんで際どいところは手を出していかないといけませんね。なるほど、そうですか。低めの変化球は外れました。インサイド弾き返した打球は左中間へ。この打球はフライになっています。ヒットになった。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。カープ1。さあ、そしてバッターボックスにはピレラが入ります。さあ、追い上げのチャンスを迎えています。まだ中盤ですから1点ずつでも返していけばまだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですよね。バッターのピレラ、今シーズンの得点圏打ライト方向を流しました。ライトの前落ちる。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。カープさらに1点返しました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮め、インサイド決まっています。スピードボールを持っています。打ちました。強打、一塁を送ります。判定はアウト。スリーアウトチェンジです。しかしこの回カープ点差を縮め、7回の表ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。村上がバッターボックスに入ります。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バットを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。3球目打ちました。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。打ちました、痛烈。これはセカンドライナー。打席には5番バッタージョーンズ。先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトになっています。打ちました、痛烈。破りました、センター前。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー三塁二塁。さあカープ、得点圏にランナーを背負った場面です。逆転を狙うためにもここでの追加点は絶対許してはいけませんね。そうですよね。さあ、そのマウンド上の矢崎、この状真ん中打った、ファーストの右掴んだ。そのまま一塁に入ってアウト。さあ、そして打席には浅村が入っています。さあ、ツーアウトながらまだピンチは出しています。しっかり捉えた、破っていった、バックホームする。サードランナーホームイン。ドラゴンズ追加点7対3。カープさらに三塁一塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点になるかもしれません。打席には8番バッター大野。カープこの回1点を失っています。さあ、4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。バッターボックスの大野、今シーズン得点圏での打率は3割1分1厘となっています。頼りになるバッターですね。ここも期待できるんじゃ。打ちました、取った、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ドラゴンズ1点を追加しています。7対3。ドラゴンズのリード広がっています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。日産終盤に差し掛かってきました。この辺りでそろそろ打線の奮起期待したいですよね。そうですね、このままではいけないですよ。やっぱりね、最後逆転しなきゃいけないと思いますよ。さあ、この回のバッター陣に注目です。引っ張った、サードが取る。一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターボックスには代打の大森。さにさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、なんとか出てほしいですね。そうですね、この起用に応えたい。低め、さあ勝負してくるのか。これもファウル。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター野間、今日は3打席全て三振に倒れています。
先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は思い切って行ってほしいですよね。うん、そうですね。ツーアウト、打ちました。セカンド取った。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって7対3、ドラゴンズがリードしています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。山口がマウンドに上がります。先発の田中が打席に入ります。調子自体悪くないんで、引き続き投げさせるということですね。うん、そうですね。これが2球目。2球目打ちました。ショートうまくさばいて一塁送球、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って青木。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウト、ランナーなし。コーナーギリギリに決めましたね。はい、低めにストレートが決まっています。これが4球目。引っ張った、高いバウンド、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。打順は2番福留。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウト、ランナーありません。打ちました。ショートが取る、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。7対3、ドラゴンズがリードしています。8回の裏、追いかけるカープの攻撃。バッターボックスには2番菊池。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度3球目打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。インサイド落ちました。これはセカンドの左抜ける。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。カープ1点返しました。7対4。ここで期待に応えました。点差を縮めます。やっぱりね、こういう状況でこのバッティングはね、頼りになりますよね。ここで得点が入りました。バッターボックスは4番松山。カープこの回1点を返しています。さあ3点を追いかけ、インサイド打った、セカンドの右、抑えた、一塁送球、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。しっかりランナーを進めましたね。まあいい場面でいいバッターですから、非常に期待が持てると思いますね。このチャンスに期待がかかる堂林がバッターボックスです。外れました。153キロ。胸元強気なピッチングです。空振り三振、前にボールを、手元で変化したでしょうか。まずは空振りを取ります。変化球打った、サードランナーがホームに帰ってきました。カープ1点返し。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を縮めます。バッターボックスには代打の坂倉。西さん、この辺りで追いつきたいですよね。まあここで追いつかないとね、向こうに流れがありますからね。そうですね。このさあマウンドを任されたのは高橋。今シーズン10試合目の登板です。前回の登板では負け投手になっています。打った、センターに大きな打球、この当たりはどうか、センターが取りました。さあバッターはビシエド。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。さあ2球目は何か、打ちました、ボテボテ取りました。アウト、2アウト。打順は5番ジョーンズ。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも狙っていってほしい。インコース打ちました、いいや、ショートの右抜けました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン センターへ。さあいい当たりになった、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。7対5、ドラゴンズがリードしています。
さあ西さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけどね。まあなんとか巻き返してほしいですよ。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。はい、ドラゴンズ9回の裏、カープの打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは変化球、空振り、ツーアウトになっています。打順は1番に帰ります、バッター野間。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。塁に出るとまだ試合は分かりません。まあまだこの点差なら分かりませんからね。とにかくつなぐことに集中したいですね。はい、さあつなげるか。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。カープ痛い敗戦となってしまいました。西さん、